ジュンです。今日はルミックス S5 Mark II を使って、動画を撮っています。でここは相模川で、夕方なんですけども、奥に見えるのが大山で、今日はこの動画撮影で、リアルタイムラットを当てて、どんな感じになるかというところで撮影しています。下流へ向かってカメラを向けますと、このように夕日、ぼちぼち日が暮れ出すのかなというところです。つけているレンズは、50mm の F1.8 の L マウントのレンズ、ルミックスの純正品です。ダブルレンズキットを買いましたので、標準ズームとこちらの、単焦点ですね、単焦点のレンズを使って、これから動画とか写真を撮っていこうと思います。今肉眼よりもやや暖色に、映像が撮れている。でこの色合いを自在に、できるというところがこのカメラの強み。10ビットでの色の情報ですね、それを取りまして、で自分好みの映像に仕立てていくと。今日は青空がかなり綺麗だったんですけど、やや、ご覧のようにもやのようになってしまいましたけどね。どうですかね、このようにちょっと歩いていきますけども、手ブレ補正がものすごく強烈に効いていますので、手持ち撮影でこのクオリティです。手持ちで全然いけますね。標準レンズですので、ちょっと鳥ちゃんたちを撮るのは難しいですけどね。見たまま遠くのものは遠くに見えて、近くのものは近くに、割と近くに見える、この人間の目に近い感じです。人間の目で見るとご覧のように鳥はもう点ですね。ちょっとやっぱり望遠の効いたレンズでないと自然の野鳥だとか撮るのは難しいです。今肉眼では、そう磯ヒヨドリがいたり結構いるんですよ。そう、このエリア、あそこでくつろいでそうな動きをしているのはカワウなんですけどね、ちょっと見えません。さあ、ここはよく来る場所ですんで、普段はニコンクルピックス P1000 を持って、
鳥の観察ですね。鳥の観察しに来てますけど、今日は、持ってきてません。ここは246号線です。今横にパンしてみますけど、こんな感じになります。パンの感じはこんな感じ。ついに私はあのフルサイズのミラーレスデビューをしてしまいましたというところです。